さんいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。トップバッターでして、ね、よろしくお願いしますね。あれね、ソーシャルディスタンスを、ね、本当にありがとうございます。ね、綺麗なホールでして、本当に綺麗なホールでね、めちゃくちゃ綺麗なホールですね。ありがとうございます。何がありがとうございます。やっていただいたんですかね。やっていただいたってね、素晴らしいホールで、綺麗なホールで、本当にトップバッターでね、何回言うね、伝わってますか。トップバッターでしてね、伝わってるよ。あの、頑張っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、最近ね、あのよくあの僕あのニュース見るんですけども。どうもこんにちは、かまいたちです。よろしくお願いします。ありがとうございます。たくさん来ていただきまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しいですね。ありがとうございます。どうもこんにちは、よろしくお願いします。ね、連休中ですからね、はい、楽しい連休だったらいいですけども、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。長いやろ、長い長い長い。お客さんもう2週目入ってるわね。ありがとうございますじゃないのよ。はいはい、失礼やろ。おい、ありがとうです。やめろ、そんな振り方する。ありがとうございます。はいはい、どうもありがとうございました。何しに来たんやお前。どうもこんにちは、いやありがとうございます。いやもう熱気もね、ね、もう大盛り上がりでね、もう熱気もすごいですね、盛り上がり方が、いや素晴らしい、ありがとう。ちょっともう勘弁、鳴りやみませんね、なんかね。鳴りやんでますよ。あそこビタッ、早めで、ありがとうございます。いやいや、もう京花プラザ、はい、いやもう嬉しいですね、ですね、この京花プラザで、漫才するのが我々流れの夢でしたから、はい、夢やったんですね。そうなんですよ、ね、はい、もうコンビ組んで26年になりますけど、あれ26年前親に言われましてね、どうせ漫才師になるだろうお前、いつか京花プラザで漫才できるような、そんな漫才師になれよ、ね、ましたか。夢叶いましたね。叶いましたね。もうスーパーマラドーナです。お願いします。ね、たくさんのお客さんでありがとうございます。あ、手なんかも振っていただいてありがとうございます。ありがとうございますね。本当にね、嬉しいですね。お客さんこんだけ入るようになりましてね。ありがたいです。良くなってきました。本当にね、まあ我々ね、スーパーマラドーナと言いましてね、普段は大阪でね、漫才してるんですけどね、だから知らない方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介したいんですけども、僕はスーパーマラドーナというコンビの竹地と言いまして、ちょっと珍しい名字なんですけども、あの武士の武を書いて、物知りの知るを書いて、下に日光の日を書いて竹地と言いましてね。はいはい、いらっしゃいませ。どうも、お待ちしておりました。どうぞおかけください。鮫島様がどうも到着されました。はじめまして、当旅館のオーナーで高井と申します。どうも、あれ美男美女ですね。いやいやいや、そんなことです。いや僕なんか全然ですけど、いや、ゆきえちゃんは本当に可愛いと思うんです。ちょっと何言ってんのよ、和久君がかっこいいの。いやいやいや仲いいですね。あ、ちょちょちょ、お待ちください。気持ち悪い。あ、失礼しました。いや、聞こえてたぞ。中井のキャンディーと申します。お願いいたします。こちら温泉水でございます。ミネラルが豊富で美肌効果があり、女性の方はお肌が綺麗になりますよ。おお、それで中井さん、お肌が綺麗なんですね。え、山から綺麗やらんで。いや、やばい。おい、何すんねん。綺麗って言われて嬉しくて、つい、いや、言うたん彼女やん。申し訳ございません、後から厳しく指導しておきますので。お願いしますよ。キャディーこっち来い。頼むね、気をつけろよ。すいませんでした。あ、すいません、はい、あのここって貸し切り風呂あるんですよね。ございます。あと予約したいんですが。かしこまりました、少々してください。こちらの方にご記帳お願いします。はい、はい、お願いします。あ、オーナー、すいません、はいはい、今日から働くアルバイトのおじいさん、まだ来てないですね。ああ、そうなんか。あの、面接をした番頭さんは本日、法事でお休み取ってます。そうやったな。で、どんなおじいさんが聞いたか。私もまだ会ってないんですけど、ボリュームたっぷりの白髪のハゲたおじいさんで、名前はシゲゾーって番頭さんが言ってました。シゲゾー、今初日から遅刻するって何を考えてんねや。すいません、遅れました。一週目になんで蹴ったんや。あったから、あったからで蹴ったあかんやろ、お客さんのカバンや。お前のせいや、お前のせいや。確かしげとんさんやったな、やる気がないんだ、クビにするからな。言い過ぎやろ、やる、やりすぎや。おい、何すんねん。記憶にない。なんでないで、なんちゅうじじいや。しげぞ、名前聞いたちゃうねん。